カジ寺ウジ、寺は、京都市山品区にある、門石寺院。新言州山品派大本山。三号を、吉光山と称する。会期、創立者は、第五天皇、開山。初代住職は、小春。本尊は、千樹観論である。寺門、宗門は、裏八十菊。皇室と藤原氏に、ゆかりの深い寺院である。山品門石とも称する。 寺名は、干渉寺、干樹寺などとも読まれることがあるが、寺では、果樹、宇治を、正式の古承としている。一方、山品区内に存在する、果樹寺町という地名の、果樹寺の見方は、干渉寺である。八百七十二年十月三十日、明治五年九月二十八日から八百八十一年、明治十四年六月にかけて、干樹寺内の一部が、 漢寿小学校として使用されていた。過重寺演技等によれば、当時は、正体三年、九百年、醍醐天皇が若くして死去した、聖母、藤原陰子の追善のため、陰子の祖父にあたる宮寺山須の邸宅跡を寺に、改めたもので、陰子の同母兄弟である右大臣、藤原帝宝に命じて増留させたという。陰子の父、醍醐の外祖父。 藤原高富士の死亡を取って過重寺と合した。海さんは、東大寺出身の法召集の僧である、小春立志。大々法神皇が入寺する、旧門跡寺院として栄えたが、1470年、文明二年陛下で消失して衰退し、江戸時代に入って、徳川氏と皇室の援助により復興れた。宮地の岩松は、山城国寺軍、現、京都市山品区の大寮。 軍事であった。イヤマスの娘、宮地の烈士は藤原北家の流れを組む、内大臣、藤原隆富士に課した。彼らの間に生まれたのが、打た天皇女王、第五天皇聖母となった、陰子である。高遠の流れを組む家系を、寺名にちなんで、過重寺流という。なお、高遠と烈士のロマンスについて、根弱物語集に説話が残されている、口述。 創建年代については上述の通り、正体三年とするのが一般的だが、異説もある。過重寺は、縁起五年、九百五年、定額寺に列せられているが、この時の大乗官府には、造行号陰子が生前に混流した旨の記述があり、これに従えば、陰子の没した官票八年、八百九十六年、以前の創建となる。前の通り、は、 縁起五年、905年に、定額時に列せられ、皇室と藤原氏の援助を受けて栄えた。天英元年、1110年、七世長儀となった、広信、1八8 4から1153は、藤原高藤八世の孫、藤原た久氏で、当時長者、東大寺別当などを歴任した人物である。過重寺法務とも称された広信は、新言密教の辞奏に通じ、 新言宗小野流の一派である荷重寺流の祖とされている。南北朝時代、五伏見天皇第七味子の神田根方神牢、1309から1376が十五世以理となって、以来、荷重寺は、旧門跡寺院となり、幕末まで方神牢ないし入道神牢が入寺した。中世の荷重寺は、現在の京都市山市なく、荷重寺一帯を領するほか、各地に、 広大な寺寮を持ち、新言州小野流の中心寺院、皇室ゆかりの寺院として最盛期を迎えた。県武三年、1336年の荷重寺寺寮目録によると、荷重寺の寺寮は、加賀国軍仮想をはじめ、三河、備前など十八仮想に及んでいた。その後、応仁の乱と、文明二年、1470年の陛下で、寺は消失。豊臣秀吉が、 伏見街道を作るに最主境大地を削られるなどして、次第に衰退する。寺が再興されるのは、天羅2年、1682年、霊元天皇御子の聖神法神皇が29世一朝理として、入寺してからであった。法神皇が、東大寺大仏伝祭権に皇があったとして、寺領が1十1 2国に加増された。現存する本堂、神道の諸院等の伽藍は、霊元天皇、 名称天皇などの宮殿を貸しされたものである。聖神法神皇に次いで三十世となった、御事と広法神皇は、伏見宮出身であ。法神皇のおばにあたる佐野宮雅子が、紀州藩出身の将軍、徳川吉宗の正室であった縁で、紀の国の約百科寺が、加重寺の末寺となった。西国札所として、著名な君井でら子国院は、現在は、 新言衆から独立しているが、元は、荷重寺の末寺であった。幕末の三十二世祭藩入道新郎も、伏見宮の出身であったが、後に連続して、山品宮明新郎となった。新言衆各派は明治以降、対立と分派、合同を繰り返した。お室派、第五派、大覚寺派等が分立した後も、荷重寺は新言衆に留まっていたが、明治40年、 1907年には、当時の、新言宗が解消れて山品派、小野派、当時派、千入寺派として独立。果十寺は山品派本山となった。その後、第二次大戦中には、宗教団体法の施行により、既存仏教各派の統合が進められ、新言宗各派は完全に統合されたが、戦後の昭和27年、1952年に再度、 山品派として独立している。根尺物語集巻十二、高島内大臣後第七には次のような高島と、弟子のロマンスが伝えられている。藤原北家の流れを組む藤原高藤は、高狩りが趣味であった。ある時、高狩りのため南山品、南山品、京都市山品区に来ていた高島は、雨宿りのためたまたま通りがかった、宮地の岩松の屋敷を訪れた。 勧められるままにイヤマスの屋敷に一泊した高藤は、イヤマスの娘、レッシに一目惚れし、一世のちぎりを結んだ。翌日、高狩から帰らぬ息子を、心配して待っていた高藤の父、吉門は激怒し、高藤が今後高狩りに行くことを厳禁した。その後、高藤とレッシは長らく温身不中であった。それから六年後、高藤はようやくレッシと再会する。レッシには、 娘がいた。六年前、高藤との人世のちぎりで宿した子であった。この娘こそが後に、歌天皇の女子となり、第五天皇の聖母ともなった、藤原院子である。三門へ至る参道の両側には、白壁の築地兵が続き、門跡寺院の格式を表している。境内東側には、手前から神道の、書院、五代道、本道などが立つ。境内西側は、 氷室池を中心とした庭園であり、池に面して、老格風の観音堂、昭和初期の混流が立つ。庭は果十字表地園という地線庭園である。中心を占める池は、氷室の池といいはずで知られており、平安時代には1月2日に、ここに張った氷を宮中に献上してその暑さによって、五穀豊穣を占ったと言われている。庭園の樹木や池はそれほど、 人間の手が加えられていないため、多くの野鳥が住んでいる。重要文化財、転居、2000年、平成12年までの指定物件については、国宝、重要文化財大前別館、所有者別総合目録、名称創作員、統計資料、毎日新聞社、2000による。奈良国立博物館所蔵の国宝、刺繍社会におらいせっ奈良時代、または、 中国、当時代は元、荷重寺の所蔵で、第二次大戦後に国有になったものである。国立歴史民族博物館の、旧高級料取調べ帳データベースより算出した、幕末期の荷重寺量は、以下の通り、小村、千十六国余り。京都市山市なく、干寺二王道町二十七の六、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。